もうね、今雪が舞ってるんですよ。見に来た方々も傘を差していますが、その上に雪が積もっている状態。なんと一面雪に覆われてしまったんです。しかし開始直前には太陽が。さあ今岡村俊介選手がこの大久保グラウンドに姿を現しました。ジュビロ磐田の新たな歴史が動き始めました。上下ジュビロの練習着に身を包んだ中村俊介選手、この日のメニューは軽めのランニングとボールを使った基礎練習。チームメイトとも長年一緒にやっているかのような雰囲気で笑顔も見せていました。途中にはこんなシーンも。撮ってますよ、バッチリ撮ってます。昨日行われたジビロの新体制発表会見、中村選手や元日本代表川又健吾選手など8人の新加入選手が発表されました。そんな中ディースポは中村選手を直撃。来いよっていうか、そういうタイプの監督の人ではない、まあ、自分らはいつでも待ってるんでっていうようなスタンスで、いてもらいました。箱はやっぱすごい大きいわけじゃないですけど、やっぱ自分が若い頃もそうだったんですけど、ジュビロの雰囲気ってやっぱそれあるんですよね。もう1点取られたら勝てないわみたいな、七海さんがいた頃もそういう雰囲気を自分が味わって相手に味わわさせたやつがあります。七海監督は年末の思わぬ出来事をディースポに話してくれました。中村俊介っていうものがイメージできたのは9月末とか10月とか、局面局面で100点に近い答えを出してくれる選手っていうものをね、常にやっぱ求めると思うんで、そういう意味ではもう格好のターゲットだったなと思いますけどね。いや、ちょっとある用事でちょっと31日本人の家に行かせてもらって、まあよろしく頼むなと。その時のね、透明のね、上りのね、富士山がね、もうほんと綺麗で、あんなクリアな富士山見たことないぐらい。で、候補の人と2人で行ったんですけど、2人でやっぱ富士山も喜んでくれてるなぁなんて言いながら行かせてもらいましたけどね。みんなに歓迎されスタートを切った中村選手、初日の練習を終えて、まあ始まったなっていう感じですね。練習前ちょっと早めに来た時もふぶいてましたし、まあ、それじゃなくても今も寒いですしね、そういう中足を運んでいただいたのはありがたいですね。まあ、もっと練習も見に来ていただいたり、そういう魅力あるプレーだったりチームに個人としてもなれるように、はい、頑張りたいです。こんばんは。